それ使っていいんだ。あ、そうそうそう。あ、間違ってる使い方。消費してる。いいよいいよ。いいよいいよ。いいよ二人。よりはストレッチじゃない。そうだね。なんだろう。なんかバランス感覚がつくかも。着いた着いた着いた。あ、水飲め。ビーガンウォーター。すごいんだよこれ。メニューがめちゃくちゃいっぱいあって。やばいよね。やばい。結構今まで史上最強のメニュー。ね。メニュー量かもしれない。すごい。あ、これは何なの？本当にね、そう、絵がないから想像で。めちゃくちゃいっぱい頼みました。あ、なんかさ、写真だと結構時間かかっちゃうけど、文字の方が結構選べる。確かに、もう選んじゃうしかないもん。そう、めっちゃ美味しそうなんだけど、全部これココナッツかかってんだ。そうそう、かつお節かと思った。多分あのスモークココナッツみたいな。へえ、美味しそう。いい匂いする、うん、いただきますよ。いただきます。いただきます。ダメだよ先生。お腹空いてると思いますが、はい、ちょっと真面目ないい話にしやる。出た出た。5時間ぐらい続くよこれ。5時間続くから、ね、いただきます。いただきます。似てる。毎回食べるときは、うん、この前美味しいやつ。美味しいやつ、ごめんなさい。うん、何これ。え、すごい。え、これが、え、これがフライなの。え、これ何。え、何これ。やっぱジャクルーズっぽいけどさ、ね、うん、ジャクルーズっぽい。いや、フライじゃないじゃん。あ、スターフライって炒めだじゃなかったっけ。あ、そうか、そうかも。うん、まっ。食べやすそう。うん、うん、すごい。美味しそう。Yes。 ゆきさん秒目。私だったら絶対恥ずかしくてできないもの。ちょっととか言って。え、だって何言うんだろう。違う違う、いいと思うよ。あの、うん、私だったらできないなっていうだけで。あ、違う、本当に本当に。あとは、ね、その舐めてみよう。違う、あかねさんはメンタルが普通の人より強いの。確かに、確かに。マジで。それよりもなんか無駄にしたくないよね。たまにどうやって育ってきたんだろうって思う。あどうやって育ったらこのあかねという人間が出来上がるの。確かに強い。あかねさんはそういうところだけはいい。だけめっちゃメンタル強いよね、うん、強い。これなんだっけ、パパイヤサラダ。パパイヤサラダ、えっとね、カレーがあるはず。グリーンカレー。バーガーは。あ、そうだ、バーガーもだ。全然食べる。うん、うん、うん、辛い。辛くない。いや、辛そう。これもやはり辛い。辛い。すごいいい顔してる。ほんと？辛そうなんだ。え、これさ、パパイヤが辛いわけじゃないよね。辛いんだよ、あ、すごい辛いよこれ。味付けが辛いんだよね。辛いでしょ、うん、これお水作り。あ、いや、取るんじゃないかな。ユーロじゃない、こういうとこだから。これ、あ、でもこれ空いてるからこれはいいんだよね。うん。辛いよね。ドレッシングも美味しいし、パパイヤってシャキシャキしてて美味しいね。あれ？パパイヤこれ？ね。この白いのじゃない？うん。なんかグリーンパパイヤ、なんかサラダ用のパパイヤがある。
プリンカレー。おー、プリンカレー、舌が舌が焼ける。マジはすっごい美味しい。ねえ、美味しい。パッタイは辛くないって信じてる。多分戦いだわこれ。これさ、飲めちゃったわ。辛い。これもしかしてでも、そのジュース頼んで正解だもんね。あ、私もジュース頼もう。痛い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 よ。チラスか。あったいー。これの、これ何？よかったよかった。ビートビート、あ、ビートチュリート。うん。めっちゃ美味しいこれ。あのビート苦手だったけどそんな強くない。ビートルート。超美味しい。フルーツの方が強い。美味しいよね。私もそのモサッと感好きなんだけど。褒めてない？めっちゃさ、昔さ、この人の時さ、あった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 、ね、あったあったあった、私中学校の時来たでしょ。私中学校の時とかに、めっちゃ対面食べてた時あった。そんな時あったの？なぜか例外だっけ、忘れたけど。何だったんだっけ。米不足の時があって、対面か、そうそう、食べたんだ。ベナメンコっていう。イエス。あー、美味しそう、ありがとう、Thank youエンジェルに見えるよ。あ、これ若干、ね、皆さんには若干辛いかも、うん、マジでカレー、カレー辛いかも、ね、辛いの辛いよ。これ良さそう。バナナマンゴー。バナナおいし、あの優しそうだから下に、うん、なんかディスってる、なんかディスってるなんかディスられたんだけど。そんなことない。取り方がまだいけない。本当は本当はまだ結果まだ。うん、まっ、パッタイ美味しすぎる。めっちゃ優しいわ。舌に染みない。やばい、美味しそう。これあかねさんに王道だねとディスられたバナナマンゴーです。私のディスってない、美味しい。なんか燃えてるねえ、いいよいいよって仲間外れにされちゃった。ホテルの美味しいって言ってたのにね。ねえピート、ねえピート。ああ、私さ、これの後さ、パッタイ一杯いける。私もいける。いけるよね。でもまだバーガーとか来るもん。あ、そうだ、忘れてた。あとバーガーだけでも多分。レンジ、私あとパッタイ1個食べようかな。バーガー頼む。え、バーガー頼む。うん、一人で別で払うよ。すごい、すごいね。え、マジで。自分も食べ食べれるよね。え、今はそうだけど、これ結構たまりやかだから。あ、そっか、確かに。バーガーもあるし、グリーンカレーめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。これ正解。これ正解。辛さも我慢。あ、辛い。辛い。後から来る。でもすごい美味しい味が。うん、そしてこのサラダは白龍さんのところに行ってらっしゃい。すいません、無理でした。辛い。グリーンカレーマジうまい。私オーストラリア時代にタイ料理いつも行ってたんですよ。だから懐かしい。本当日本でもね、タイ料理のビーガン欲しい、ね、タイ料理美味しいもん。美味しそう。
たがり。映え。どうしたのどうしたの。なんか気に食わない。外見た方がいいかな。あ、でもこれもいい。まずこれで撮って。これアーモンドだっけ。あ、じゃあこれがアーモンドで、これがピーナッツ。バターパイ。ピーナッツバターパイ。チョコレートケーキ。あれ、ハクリュウさん食べないんだ。ちょっと不満だもんね。え、そうなの。このチョイス食べなくていい。食べないの。いいだけ。ハクリュウ見学。決めつけんな。決めつけんな。小学生。決めつけんな。変だね。それはさ、ちょっとなんか、こういうのとかの感じかな。あでも、なかなかでも。なんか違うかも。あ、違うかも。なんかでもなんか違う。前から再生ボタンみたいな。YouTube だからね。YouTube だけに。再生ボタン。ボタン。これがここね。おいしいの再生ボタン。世界一おいしいそうな再生ボタン。ね。ピーナッツバター。面白い。ピーナッツなかなかないかも。ピーナッツバターケーキ。うん。美味しい。うん。うん。うん。あ、めっちゃピーナッツ。なんかピーナッツ食べてる感じ。くとくないよね。くとくとく。ないね。歩きじゃん。あ、あったあったあった。ほら。はい。本当こんくらいしかなんかたまにしか。たまにじゃないから。そうだね。なんだ。あ、これ美味しい。うん。うん。あっさりしてる。これ次。どれが一番美味しかった？ケーキ。アイス。あんまり美味しくなかったでしょ。あんまり。なんか日本で美味しいとかないってあるよね。カラフェルブラザーズとかの方が美味しいと思ったけどね。ケーキは。カラフェルブラザーズ食べたことない。ケーキ美味しい。うん。ね。今度食べてみよう。アーモンドが一番美味しかったかな。タイの人はさ、辛いさは辛いけど、うん、なんかスイーツはテイストが違う気がするね。確かに。なんか甘いし、まあ、まろやか、うん、なんかチョコとか日本の方が濃厚な気がする。確かに、ね、これレボリューションでやるからだけ。よし、うまし。